ユニクロを展開するファーストリテイリングがきょう発表した決算で今年8月までの1年間の純利益は前の年から8.4%増えた2962億円となり過去最高でしたまた会見で柳井正会長兼社長は9月にユニクロの社長を譲った塚越大輔氏について自身の後継者候補としての評価を語りました 即断即決即実行ですよね。当然有資格者じゃなければ。社長にしないです。ですよね。ですから当然有資格者。